今日は七夕か相変わらずだな慎太郎も図が高いぞ。緑間君、誕生日おめでとうございます。黒子、覚えていたのか。はい、緑間君のことは正直苦手ですけど、誕生日くらいは。礼は言わんぞ。よかったらこれ、僕もういらないので。外れたアイスの棒だと。よう、緑間、今日誕生日なんだろ。ってやつから聞いたぜ。なんかおごれ。なぜ誕生日である俺がおごらなければならないんだよ。はあ、七夕は願い事叶えてもらう日だろうが。お前、織姫だろうが。なんでよりによって織姫なのだよ。みやつや、おめでとう。紫原、おめでとうって言うとお菓子くれるって本当？なんで俺がやらなければならないのだよ。ミネチンだけずるい。俺にもお菓子買って。お前一体何しに来たのだよ。お菓子もらえると思って来たんだよ。なんだよ。今日は緑マッチの誕生日だから、よし、緑マッチ、誕生日おめでとうす。せっかくだからハートもつけよう。おめでとうす、ハート送信っす。あ、返事が来たっす。死ね。誕生日おめでとうってメールしただけで死ねってどういうことっすか、笠松先輩。知らねえ、うるせえ、しまくるわ。緑間君、何の用なのだよ。朝はすみません、渡すものを間違えました。今日の行き合いです。これは昨日のラッキーアイテムなのだよ。しんちゃん、誕生日おめでとう。お前に言われても嬉しくないのだよ。もうしんちゃんってばツンデレだな。本当は嬉しいくせにさ。ほら、プレゼント。これはおはさ靴、いいのか。全然いいぜ。これでしんちゃんに死なれても困るしな。まあもらっておいてやるのだよ。あ、しんちゃん、ところでさ、話変わるけどさ、奇跡のせだけひどいよな。アイスの外れの棒とかさ、おごれとかさ、あれなんだろう一体。まったく。なぜお前がそれを知っているのだよ。そりゃしんちゃんの誕生日だからさ、しんちゃんがおはーさを見てる時から俺朝からずっとしんちゃんのことバッチリ監視してたんだぜ。俺がお前を探して歩き回った時、お前は俺を見ていて楽しんでいたというか。え、俺も探してたって。なんで？え、それから1週間、しんちゃんは俺と口を聞いてくれませんでした。しんちゃん！